M1 グランプリ2024にエントリーされているコンビ、テルオハローがダウンタウンではないかという噂が広まっています。この噂の根拠は、以下のいくつかの共通点からです。1、かつてのコンビ名と一致。ダウンタウンが初期に使っていたコンビ名が青空テルオハローだったことから、今回のテルオハローという名前がその名残であると考えられています。2、出身地の一致。両者とも兵庫県出身であり、M1 グランプリの公式プロフィールにも同じ情報が記載されています。3、結成年の日付が一致。テルオハローの結成年は2022年4月3日とされていますが、これはダウンタウンが伝説の1日として31年ぶりに漫才を披露した日と一致しています。これらの点からテルオハローがダウンタウンである可能性があると話題になっていますが、現時点では公式な発表はなく、確定的な情報ではありません。この謎のコンビにお笑いファンは、ほんまなら激アツすぎるしかっこいい、ダウンタウンが M1 出るのマジ、結成年数的に M1 無理なんちゃう、行きたいのにチケット売り切れてた、復活ってマジなん、 M1 出る噂は本当だろうか、ただ想像するだけで胸が熱いな、その手があったか、などと騒然としています。